皆さんこんばんは。8月4日水曜日、日本文化チャンネル桜沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告、広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。改めましてこんばんは、キャスターの矢豊です。はい、こんばんは、島袋智文です。よろしくお願いします。はい、島袋さん、結構久しぶり、はい、久しぶりですね。なんか前回タカさんとお二人で出ているのを見たんですけども、進行をしていただけて。そうですね、まあ、なんとかできましたね。なんとかなんですね、まあ、結構スムーズだなと思ってましたよ、見てて。まあ、一応そうですね、前の日からちょっと伊波さんの見てからちょっと練習というか参考にさせていただきました。はい、結局眠ってましたけど、見ながら眠ってました。参考の睡眠学習だったということですね。睡眠学習。はい、でなんか最近なんか視聴者の方に会ったっていう。そうですね、3ヶ月ぐらい前にガソリンスタンドで会う方、よく会う方なんですけど、よく最近あのやっぱうるま市長、浦添市長選とかうるま市市長選とかが勝ってるっていうことで、一応島袋さんたちのおかげで沖縄も良くなってますねっていうことでちょっと言われていたので、まあすいません、ありがとうございます。まあ、自分もですね、そのままありがとうございますって返したんですけど、ちょっと謙遜はしなかったんですよ。あ、いやいや、自分そういうあれじゃないですよとか、なんか謙遜はしなかったんですけど、まあ、こうやって言ってる方もいますので、自分たちもまあ、そうですね、沖縄にどれだけ貢献してるかわからないですけど、まあ、一生懸命またさらに頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。まあ、どんなこともですね、無力ではなく微力ですから、はい、その微力が影響あったんじゃないかということですね。はい、わかりました。じゃあそれではですね、本日のテーマをまず紹介して内容に行きたいと思います。はい、それでは失礼いたします。それでは本日のテーマ、1、尖閣中国船は国際法違反、防衛白書で明記。2番なんですが、以前からやっております島袋塾かっこかりがですね、コラムコーナーとなりまして、で名前が島袋アカデミーとなります。で今回のテーマは、戦後剣道を復活させた昭和の宮本武蔵ということになっております。でちなみにコラム のですね、オープニングっていうのを後日スタッフの方が作っていただける予定になってますので、今回はちょっと間に合わないんですが、次回そこもお楽しみにしていただけたらなと思います。3番、どうなる沖縄振興策、自民党が新たな沖縄振興策を提言となります。でまず1番の、尖閣中国船は国際法違反、防衛白書で明記っていうテーマを行いたいと思います。でその内容としまして、まあ、いつも行わせていただいています中国海警局の数ですね。まずこれ7月の分になっております。で7月は1日から19日まで接続水域に入っておりまして、で領海侵入もあったんですが、で20日から27日まで来ていなかったんですよ。なぜだと思いますか？これは台風ですね。大型のノロノロ台風。はい、本当沖縄の方に来て、その後中国地方の方に向かっていったということで、結構しばらく来ていなかったという流れになっております。ちなみに前回も台風とかで記録が途絶えたりしてたので、結局前もお話しましたけども、台風に守られているような状況になっているのかなと思います。まあですね。で今月はですね、まだ3日分しか出ていないんですが、この接続水域が4日じゃないですね、4隻ずつ来ていて、延べ12隻ですね。で今日これが7月のものまでまとめたものこれです。まあ、グラフで見るとあんま変わってないように見えると思うんですよ。変わってないから大丈夫だろうって思う方もいると思うんですけども、まずそもそもあってはいけないことっていうことをまずご認識いただいて、でそれがどんだけ、まあ、言い方悪いかもしれないですけども、ひどい状態なのかっていうのを認識してもらうための数になっているのかなと思っております。まあ、コロナ禍とかも全然関係ないですからね。もう逆にやっぱこのコロナ禍だからこそやってきてる、今こそ取るぞみたいな感じの勢いがありますからね。そうですね。でこの
中国高専が来ているよって僕たち、ね、あの定期的なお話をさせていただいているんですけども、で国は何もしてないのって思っている方も中にはいらっしゃるのかなと思うんですが、まあ、海洋保安庁の方が、まあ、現場で、ね、頑張ってくださったりとかもしている方もいまして、でまずこの、まあ、防衛ですので、どこが管轄かというと防衛省がやっぱり管轄に入ってくるんですね。でその防衛省に関するニュースキーがあったので、これをちょっと紹介させていただきたいなと思います。はい、それで画面切り替えてもらってよろしいでしょうか。7月13日の琉球新報さんの記事になっております。尖閣中国船は国際法違反、防衛白書で明記、岸防衛省関東圏でも警戒感。岸防衛省は13日午前の閣議で2021年版防衛白書を報告した。沖縄に関する記述では、石垣市の尖閣諸島周辺の日本の領海内で独自の主張をする中国海警船の活動はそもそも国際法違反だと明記するなど、中国への警戒感が強く打ち出された。尖閣諸島については歴史的にも国際法上も一貫して我が国の領土とするコラムを設けるなど手厚く扱ったってことで書いておりまして、で、まあ、ちょっと続きがありますので、気になる方はニュースを見ていただけたらなと思います。で先ほど紹介がありました防衛白書っていうのがありまして、その防衛白書っていうのは防衛省の防衛白書令和3年版って検索かけると出てきますの で今回そのページになったものなんですが、こういったページがありまして、で先ほどコラムがあったよって書いてあるのがこれですね。中国海警局の動きっていうことでこのように書いていて、ちゃんと活動日数が333日、活動船舶が延べ1161隻となり、いずれも過去最多となりましたとか、うん、最多ってことは記録を更新したってことですからね。そうですね、うん、広くなっているっていう言い方もできる状況です。こういったものも書かれてますので、よかったら気になる方は見ていただけたらなと思うんですよ。ただこれ、まあ、この一つの PDF データ一章だけなんですけども結構ありまして、全部見落としたら100ページ以上あるので、もう本当にお時間がある方が、興味ある方が見ていただいた方がいいのかな。 もしくは少年ジャンプでもちょっとしか読まないですからね、はい、防衛白書全部読むって言ったらもう大変ですね、うん、なので気になる章だけでも調べて見ていただけるといいのかなと思います。はい、このようにですね、まあ、見えないって言ったらおかしいですけども、やってはいるんだけども多くの方の目につかないことをしているっていうのがちょっと力不足というか、なんというかっていう感じなんですが、どうですか島子さん、これ見てどう思いました？そうですね、やっぱりもう日本、やっぱ前もう本当に自分たちもしょっちゅうなんか同じことをしょっちゅうもう放送で話すような感じではあるんですけど、やはりもうまあ、こういう前にですね、本当にこの憲法改正ですよね、一番は、うん、はい、憲法改正すれば、憲法改正をやっぱり一般人分からない方からしたら、ちょっとやっぱり一般人からしたら選挙で憲法改正しますとか言っても、いや意味をとか思うと思うんですよ。はっきり言ったら自分なんか同級生とかも憲法改正っても分からないと思うんですけど、まあ、憲法改正というのは、まあ、あくまでもやっぱりもうこの武力の行使、自衛隊を認め、まあ認め明記するっていうことは、もう自衛隊に対してはもういつでもこういう国防のためにはこの武力を使っていいっていうことで、でそれっていうのはやっぱりこの一般人に言えばですね、このやっぱり、まあ、なんかしょっちゅうなんかお話はしてるんですけど、今やっぱ警備会社を雇ってるところもあると思うんですけど、警備会社はやっぱアメリカ軍としてですね、まあ、一般ありに例えるならばアメリカで、で雇い主です、この雇い主っていうか、もうお家の主がですね、お家の主とかに K-1 とか格闘を習わせるような感じっていうと思ってるんですよ。どういうことかって言ったら、まあ一応はっきり言ったら警備会社って言ったらすぐ来ないじゃないですか。そうですね、だけど泥棒が入ってきたら警備会社呼んでる前に時間も間に合わないし、まあ、警察も呼んでても時間がまだ間に合わないじゃないですか。その前に自分か主が出てきてから、なお前なんか何やってるかってか、バカ野郎ってか、やった方が一応早いではあるじゃないですか、一応は。まあ、そうですね、最短な方ですね。そうですね、
だからそういう感じで、警備会社とも後から駆けつけたりとか、だから今やってることはやっぱり警備会社任せにしてると思うんですよ、うん、あのアメリカに任せてるってことは、うん、まあこれってまあ今言ってた時に自衛隊があの警備会社とかっていう考えで考えると大切ですし、でアメリカ今このアメリカ軍がいることによってまあこれを今警備会社みたいな認識にあると思うんですけども、人のお家に例えるなら、でも憲法9条ってを法があるってことで、家の鍵は全部開けてで出かけてくるって言ってるようなぐらいな状態なのかなと思って、まあまあそうですね、防犯も何もしてない、でも警備会社があるからいいよねって言って出てってるような、で自分たちはもうこの戦闘を殴ったりはしたらダメっていう、なんか泥棒が来ても殴ったらダメとか、なんかそういう暴力はあんまよくはないけども、よくはないですけども身を守るための手段は必要だよねって話ですよね。そうですね、だそういうこともなんか日本は今ちょっとできてない状態だから、一応そういうこともやっぱりあっちのお家の人格闘を習ったってよとかなって、そういうのが周辺に広まったら、じゃあ泥棒入らんとこうとか、まあ、土佐犬飼ってるみたいよとか言ったら泥棒入らんとこうとか、ちょっとビビるじゃないですか、うん、やっぱこうやってこの戦闘体制っていうのをやはり世間に知らせるのもやはりだから宣伝効果になるっていう、こう安全面のですね、いわゆる抑止力ってやつですね。そうですね、はい、そうですね、そういった抑止力とかがないと危ないよねっていう、もう散々僕たちはお話はしてるんですけども、自分もちょっと今言い方変えてちょっとチャレンジしたんですけど、ちょっと分かりづらかった点もあったと思います。すみません。やはりちょっといろんなパターンでお話をすることによって多くの人が理解しやすくするっていうのはものすごく大切なことだと思うので、やはりこの、まあ、何度も同じことやってるって思われる方もいると思うんですけども、やっぱりパターンが違うことによって伝わる伝わらないっていうのがやっぱありますので、そこはちょっとご理解いただけたらなと思います。はい、まあ、じゃあ次のテーマいきますか。はい、はい、じゃあ次のテーマとしまして、あのコラムで島袋アカデミーとなります。でそちらの VTR がございますので、そちらを見ていただきたいと思います。それでは VTR よろしくお願いいたします。はい、島袋アカデミーのお時間です。はい、今日はですね、終戦記念日もまあ近いということで、で、戦後間もなくあったお話をですねさせていただきたいと思います。はい、題名がですね、戦後剣道を復活させた昭和の宮本武蔵ということで、まあ、剣道の話なんですけど、まあ、ちょっとオリンピックには剣道はないんですけど、まあ、スポーツでやっぱにぎわっているので、まあ、何気にですね、こういう自分たちの見ているスポーツがですね、ああこういうエピソードがあったんだとか、なんか自分は剣道に対してこういうエピソードがあったんだなと思って、そういういうなんか自分の感激した思いからこのお話をさせていただきたいと思います。はい、とですね、この本の中からですね、池間哲郎さんのですね、日本はなぜアジアの国々から愛されるのかという本からですね、で、まあ、この本を購入された方もいたということで、この間チャットの方で見たので、 ありがとうございます。はい、で今回はですね、聞き手でですね、うちのイハキャスターに聞き手役よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、ちょっとオープニング今日ちょっとグダグダでですね、初めてっていうことで皆さんちょっと多めに見てください。はい、今日はまず戦後道を消された日本、まあ、GHQ がですね、いろんな、まあ、皆さんお分かりだと思いますけど、まあ、いろいろ洗脳をするために日本人いろんな、まあ、制限をしたっていう、まあ、メディアに対してはプレス行動を行ったり、まあ、こういう大東亜戦争とかこういう言葉を使うなとか、そういうなんかいろんな、まあ、制限、まあ、本も7000冊余り日本の本が、まあ、燃やされた、処分されたとか、まあ、そういうなんか GHQ がいろいろ日本人に対してですね、まあ、洗脳教育を、まあ、行った中でですね、その中で、まあ、また道というものも GHQ はそれに対しても禁止したんですよ。剣道、柔道、弓道、書道に対してもこれも禁止して、これはですね、やはり今命がけで、まあ、今その時動いてきたいた方たちが命がけでこれを取り戻してるんですよ。でその中でですね、まあ、剣道のお話なんですけど、
国会当時ですね、あの国会議員の笹森純三という方がですね、この、 あの剣道復活のために奔走をしていたということで、この笹森純三という方も、まあ、いろいろ剣道とかいろんな、なんか剣道とかそういうな経歴がいるある方でですね、この方がこの剣道復活で奔走している中でですね、 GHQ 側から条件を突きつけられてるんですよ。まあ、剣道を復活させたければこの米海兵隊最強の銃剣術使い手っていう、この人とこの銃剣使い最強の人と勝てば、日本人が勝てばこの話は許そうということで、この復活はさせるということで条件をつけてきたんですよ。で、銃剣使いだから、もちろん剣道の試合とは違って相手は剣に銃をついたものでやってくるっていう条件ですから、もちろんこの人と戦う人はもう命がけです。一歩間違ったら死にます。その中でですね、もうすぐ淡々と返事をした方がですね、国井善也という福島県出身の鹿島神龍の使い手、この方が、あ、別にいい方っていう感じでこの GHQ との勝負に応じてるわけなんです。この兵隊との勝負に応じてるわけで、それでこの時にこの勝負になったと、勝負の時にですね、まあ、もちろん GHQ も大柄の、もう本当にアメリカも海兵隊とも大柄の体格で、まあ、しかも武器も持ってる、もう一歩間違えれば死ぬっていう、もう剣もついてる銃剣使いで、それに対して、まあ、木刀で、まあ、挑んだということでですね、まあ、木刀でも殺傷能力もじゃないということでありますよね。で、これで挑んだんですよ。で、その時にですね、その時もう試合が始まりました。すぐこの銃剣使いの人はもうすぐもう国の頭をめがけてすぐやってきて、これをかわして銃剣の後ろ裏でまたやろうとしたところを、国がすぐ相手の首にですね、後ろに回り首に回って相手をねじ伏せてるんですよ。で、もう海兵隊の人もこんなにバーンって地面に叩きつけられてる感じで、もう勝負は一瞬で片付けたみたいで、まあ、まさにあの昭和の巌流島の戦い、あの宮本武蔵対あの佐々木小次郎がですね、佐々木小次郎が宮本武蔵はまだかって現れた時に、もうすぐあの宮本武蔵にパーンって一本取られたような感じで、もうすぐ一瞬でも決まったっていう、これでこの国井善也さんがですね、いなかったら、この時に勝負に勝っていなかったら、日本の剣道復活はいつになっていたか分からなかったと言われております。はい。で、まあ、すいません、話は以上ではあるんですけど、どうですかが伊波さん。はい、あの今回剣道とのお話ではあったんですけども、はい、剣道って、まあ、武器を持って、まあ、他の柔道とかに比べて武器を持っているということで剣道三倍弾とか言われたりとかして、ね、結構力があるって言われているものもなくされそうになっていた。そうですね。っていうのをそれを復活させたっていうことで、また武器を極めるって言葉もあるように、この剣道を極めた国井さんが対応してくれたことによってその武器が開けたということですね。そうですね。はいはい、ありがとうございます。素晴らしいお話だったと思いました自分で言うのもなんですけど、皆様ありがとうございます。今日の島袋アカデミーは以上です。ありがとうございます。はい、これはもう島袋アカデミーは皆さんいかがだったでしょうか。はい、今日ちょっと下りましたね。まあ、これは経験で慣れていくと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、じゃあそれではですね、次のテーマに参りたいと思います。次のテーマ3番目としまして、どうなる沖縄振興策、自民党が新たな沖縄振興策を提言というものになります。で、まずあの、ね、企業を紹介してちょっとお話をしていきたいなと思います。はいはい、それでは画面切り替えてもらってよろしいでしょうか。7月29日の琉球新報さんの記事になります。沖縄振興は安全保障自民調査会が提言案に明記っていうのがありまして、でまあいろいろ書いているんですけれども、まあ、ここを見ていただくと、沖縄の置かれた特殊な諸事情を招いた原因がある、沖縄戦に触れなかったとかで、総合的な安全保障としてアジア太平洋地域の安定に資すると明記とか、なんかいろいろ書いていて、
で琉球新報さんのこの腰として、まあ6個ですか、挙げてさせていただいておりまして、それを小ずつ読みますね。沖縄振興は半世紀が経ち、これまで以上に国民の理解と共感が必要で、国境を担う沖縄は地政学的に重要、総合的な安全保障の実現を通じてアジア太平洋地域の安定に資する。県民所得は全国平均の7割程度、子どもの貧困問題、労働生産性の低さなど課題がある。現行制度の単純延長は課題を悪化させかねない。国家戦略のデジタル・グリーン化で先駆的取り組みを、人材育成を沖縄振興の中心の一つに位置づけるっていうものになっております。まあ、よく振興策と危機は安保とか関わって別ですよとかよく言うんですけども、これを見ると2番目に国境を担う沖縄は地政学的に重要、もうこれはもろに安全保障のことですよね、うん、米軍のことは確かに出してはいないで、基地のことは出してはいないですけど、うん、まあ、同じ言ってるようなもんですよね。そう でこれ今日7月29日版だったんですが、次のものを言うと8月4日版の琉球新報さんで、新沖縄振興提言を自民精神が了承、計画期間10年削除っていうふうに書かれておりまして、で先ほどの内容のものがあって、まあ前回は10年ぐらいだったんですけどでやってたけども、まあこの下側に下から3番目ですね、10年前には想定できなかった課題が出てくる、期限を決めるよりも迅速に対応できるようにしていた方がいいという意見があったと理由を説明したって書いてあるように、まあ確かにもうすでにね、数年前では予測してなかったとかいうことも頻発していると、だから期限を設けてないですよっていうニュースで、まあ一方では期限を決めることが大事だという声もあったとし、引き続き議論を進めていく考えを示したということでなっております。で今回まだですね、書いてあるように3日に党本部で開かれって書いてて、まあで提言は4日にって書いてますので、本日か提言されるので、まだこの自民党のホームページとかそういったところをちょっと調べてみたんですけど、まだ出ていなかったので、まあ、提出が済んでからもしかしたらホームページに出てくるかもしれないので、まあ、気になる方はそこも追って見ていただけるといいのかなと思います。じゃあ今からいくらいくらってまた決めるってことなんですかね、うん、そうで、これって振興予算って、まあ、言われたり、ね、いろいろするけども、まあ、来年復帰50年もあるし、まあ、この期限も切れるしっていろいろ、まあ、視野を広げてみないといけないっていうのもあるとは思うんですけども、まあ、そもそも国が今まで別だよって言ってたのに、ここを見るとなんか一緒のような、はっきり、ね、国防も安保も振興策に含まれてるんだよって明言しないといけないところをしていないのが問題なのかなと。そうですね、だから基地とこういう振興予算はリンクしてないって言いますよね、はい、けどやっぱりこれは もろにリンクしているっていうこともあるんですよ。だけどこれもリンクしてるってなったら、まあ、これを認めるっていうことになって、また米軍基地もまた認めるっていうことになるっていう考え方ですよね、うん、このだからわざとなんかこの国もですね、まあ、正直なんか周りの反日勢力にちょっと忖度してないかってちょっと思うぐらいのなんか曖昧な表現の仕方ではありますよね、うん、と思いましたね。でまあなんか、まあ、これはリンクするんだよって言えばなんか強い言葉になるんじゃないですか、もう基地と、うん、基地があるから不振興予算が出てるんだよって。まあ一応実際そうじゃないですか、他府県とか行っても分かる思うんですけど、最近何年か前に熊本行った時は修学旅行行った時と全然変わってなかったんです、街並みが、うん、今沖縄は20年ぐらい前でと相当変わってるんですよ。だからこれ振興予算で相当予算が莫大に、まあ、投じられてるからこれだけ沖縄は変われてるんだなって、もうモノレールとかもいろんなの、もう沖縄20年前来た人が今来たらあこんなに変わってるんだって驚くと思いますよ。自分は熊本行った時に
修学旅行、熊本県庁の前とか修学旅行行った時とあんまり変わってなかった。写真写してたんですけど、あんまり変わってないじゃんって思いよったんですよ。だからなんか沖縄って相当恵まれてるんだなっていう、もうありますね、やっぱり。まあ、外から見るとそういったふうに見れる。あ、まあ、このね、ずっと沖縄にいる方は やはり日々変わっていってるので、当たり前になっちゃったりとか、そうそうす、ね、しちゃってる部分もあったりで、またもともと振興策が何に使われているのかを明確に分かっていない方々もいるのかなと思って。あ、そうですね。そういうのをなんかテレビとかでもやらないですよね。これ振興屋さんでこの道路作りましたとか、うん、だから見えないですよね。このモノレールの予算にも使われておりますとか、うん、まあ、そういうのもやっぱ出していかんと、振興予算ってもってボケって、うん、してると思うんですよね。沖縄県民がどういった恩恵を受けているのかっていうのを明確にするっていうのは大切だと思うんです。そうですね、まあ、お金が関わっているので、まあ、ある程度なんか、ね、出されてるかもしれないですけども、本当の意味で見えるか、本当に私たちに情報が降りてくる、分かりやすい情報が伝わってくるっていうのはものすごく大切なことなんじゃないかなと思って、で先ほどの琉球新報さんの講師にもあったように、まあ、半世紀が経ち、これまで以上に国民の理解と共感が必要って言ってるのに、国民に理解を求めるための情報を開示が足りてないんじゃないの。そうですね、だから本当にこれ新聞、これマスコミとかにもこのなんか新聞の予算つけて、これこういうの何に使ってますっていうのをこの自民党がやるべきとは思いますね、これは。うん、理解がないと共感は生まないし。そうですね、でも共感があっても理解がなければスカスカな内容になったりもしますので、ね、なんだろうね、ま、両方を、ね、求めることを国が本当にやっているのっていう。もしかしたらこういうことに対しても文句言う勢力があると思いますよ。あの自民党はこれに使いました、これにこの道路作りましたっていうことに対してなんか恩着せがましくやってるんじゃないか、うん、だからお前なんか基地を認めれとか、まあ、そう言っていう、うん、ちょっとひねくれ者も多分いるからっていうのもあるのかなって、ちょっとそういう考えにもなりますよね、こういうあんまり言わないっていうのも、はい、でも結局振興予算って何から出てるかっていうと税金から出てるじゃないですか。あ、そうですね、つまり多くの人が言うじゃないですか、税金が無駄に使われてるから嫌だとか言ってたりするじゃないですか、はい、つまりあの振興予算を見える化する、つまり税金の使われ道を明確にするってことですよ。見える化をすることによってみんながどういった恩恵を受けてるんだなっていうのを分かってもらえたりするのかなと思って、まあ、この振興予算ってコストリー生活に入っているので、例えば給食費無料にされてたりとか、いろいろなもので使う、市町村によっては使われていて、で結果的にそれが当たり前になっちゃって分からないっていう現状があるっていうのがなんだかなっていう。そうですね、うん、だから本当に共感が必要っていうのも、もう書くだけじゃなくて本当に実行に移してほしいではありますね、これは、うん。あと人材育成のを沖縄振興の中心の一つに位置づけるっていうのあるじゃないですか、うん、これ誰を何を育成する、そういうのは見えますから、専門学校をじゃあ国が誰どういう人材を伸ばしたいとか、国がこれはやってるってことなんですかね。まあ、まあ、あの大学院大学があるじゃないですか、 あれとかのことを言ってると思うんですね。で人材育成をするのは大切なんですけれども、それが沖縄に根付くのか、このせっかく育てた人が県外とか国外に行ったら結局ただ育てるだけっていうになっちゃうんですよ、まあ、だからそれをいかに活用できるかっていう取り組みまでいかないと人材育成しても身にならない、そこまで考えてほしいなっていうのもあります。であの全国平均の7割程度の所得でってことって書いてて、子ども貧困問題がとかあのやっぱり書かれてたんですけども、まあ、子どもの貧困って子どもって稼いでるわけじゃないので申し訳ないんですけども、子どもが貧困ではなくて家庭の貧困なんですよ。そうですよね、なんか言葉をすり替えて同業をね、あの醸し出してるというか、いうのがあるので、ちょっとそれもどうかなと思います。まあ、親の責任ではありますからね、まあ、親の貧困ってもストレートに言ってもいいと思いますけどね、うん、何をあのこの、まあ、この
親を批判することがなんか批判につながるのかなと思ったんです。親の貧困っていうの言葉がですね、まあ、どちらかというと家庭親を批判するということは選挙に投票するのは大人ですから、ね、あだから選挙に投票する人を批判したくないっていう含みもあるのかなって僕は思ってたり、また子供って言ったらあかわいそうだねやってあげないとねっていう同業心 を、ね、誘ってる部分もあると思いますし、本当に正しくものを見てもいないのに共感も理解がとか言っても、いや正しくまず情報出そうよと大きな突っ込みどころかなっていう。そうですね、うん、とやはりあのこの国民このだから振興予算を、まあ、これまで以上に国民に理解と共感が必要ということで、だからこれまあこれはやっぱりこの安全保障のことに対しても理解と共感が必要なんですよね。そうです。でそれをやっぱり自民党はやっぱり、まあ、主張していくべきなんですよね、うん、まあ、また選挙の時にまたどう動くかまあ分からないんですけど、実際本当にこのアジアそう書いてますよね、アジア太平洋地域の安定にまあ貢献するような感じですよね。はい、だからもう本当にアジアの平和を、分かりますよ、沖縄だけが平和でもアジアが平和じゃなかったらそれでいいんですかって思いますよね、うん、他のところ台湾戦争起きてますとか、それであ沖縄だけが平和でいいなっていう、そういう考えでいいのかって、もう本当に沖縄の人を説得させんといけないです。アジアで戦争を起こしてはいけないために今米軍がいるんだよということで、うん、まあ、日本ってあの、まあ、農家さんも頑張ってくださってるんですけども、自給率って低いじゃないですか。なのでどうしても海外に一部頼る部分がありますので、どこか海外が戦争が起こってるとそれが買えない、購入できないですよとかなる場合もあるかもしれないし、もしくはそれが値段が上がりますってなったら、まあ、生活逼迫しますよねっていうのだったりとか、本当に、ね、自分だけ、島岡さん言ったように自分だけじゃなくてアジアが平和であることによって、そういったものの結果的に自分たちにも生活に身になるものがあるということを、ね、まあ、理解していかないといけないのかなと。全然これぐらいの主張だったら別に票が落ちるとかそういうことを恐れる必要はないと思うんですよね、うん、もうアジアのために貢献してるんだからって、うん、何が悪いばちょっと強い言葉ではあるんですけど、このアジアに貢献するために沖縄が必要だから、そうです、ね、だから振興予算を渡してでも守りたいんですって言ってくれた方がすんなり受け入れやすいと思うんですよ。で沖縄の人もこのアジアとか周りを守るために沖縄に軍がないといけない、自衛隊がないといけない、いや代わりにその分の保証くださいって素直に言えば解決するというかすんなりいくのかなと、ね、だから何年か前にあの玉城知事がこの北京に行った時にこのなんていうんですか、中国の一帯一路に対して、まあ、協力するということで、アジアのこの平和の架け橋になればいいんじゃないかっていうとか、そういう言葉を使ってたんですけど、平和の架け橋っていうこの言葉も曖昧なんですよね。平和だから平和平和と言ってるからみんな世界中言うこと聞くかって、まあ、そういうわけじゃないっていうのは、これもテレビのご覧の皆様もこれも十分承知の上だと思うんですよ。だこういうなんか平和の架け橋になるためには米軍とかはやっぱこういう抑止力も必要なんだよってもう入れていかないといけないと思うんですよね、うん、もう本当に沖縄の振興は、まあ、国の要であるからやってるんだよっていうのを、まあ、リンクしてるんだよ、つまり軍と自衛隊のこの防衛もリンクしてるんだよっていうのを、まあ、言うべきじゃない、そろそろ。そうですね、うん、もう忖度して言ったことによって今まで、まあ、一部の県民の方がいやこれ関係ないんだったらその予算くれよっていう人たちもいたりとかするわけで、この急迫にしたからこそ起こってる問題っていうの絶対あると思うんですよ。そこはちょっと正していかないと本当の意味合いで理解共感は生まれませんっていうところですね。そうですね、このね、まあどちらかというと国県、まあ、国民県民、まあ、いろんな立場状況によって思いや考えは違うのは当たり前です。だからといってぶつかり合ってるだけでは意味はありません。なのでそこは話し合いをしましょうとか、まあ、相手を、ね、尊重しつつどんな意見ですかって聞く真摯な姿勢も必要じゃないですかって
いつまでも俺たちをこうだからこうすんじゃねえっていう県の今の態度は、国からするとあもうこいつら関わりたくねって、どうですか島倉さん、周りで常に俺の話を聞けっていう人がいたら。いや多分自分あんまり人の話聞いてないですからそう聞いたか、だからあんまり人に洗脳されるっていうことも多分少ないと思うんですよ、人の話聞いてないから、まあ、一応今はゲームはもちろん聞いてましたけどだから一応自分たち、自分さっきあの島袋アカデミーでちょっと GHQ を批判はちょっと批判的な感じではあったと思うんですけど、けどやっぱりアメリカのおかげ、まあ、自分もアメリカのやっぱり兵隊とかやっぱり日本に駐留していく中で親日になってきたやっぱりアメリカ人もかなり多かったみたいで、マッカーサーもそうじゃないですか、まあ、東京裁判でもなんかこの裁判おかしいんじゃないかって思ってたっていうことで、だからやっぱりアメリカ、ただアメリカがちょっと悪いっていう、もう今さっきの言い方ではそうではあるんですけど、だけどやっぱりアメリカ人もやっぱ日本人を見て多分相当心が変わってる人が多いと思うんですよ、まあ、だからまあ世界を日本がまあ変えたっていうことで、だからアメリカ人とも一緒にだから協力してやっぱ守っていかないといけないですよね、はい、そうです、だから日米同盟ですね、はい、でもうそろそろね、お時間ではあるんですけども、まあまあ、これで何が言いたかったかというと、まあ、沖縄振興予算と軍防衛とか全部リンクもうしてるの分かりきってるのに、いつまでも言い訳みたいな感じで 別々ですよみたいな言うのをやめて、もうしっかりセットでワンセットですよと明確にしてもらえると話もっと進むよねっていうことが言いたかったです。はい、じゃあもう以上になりますかね、はい、大丈夫ですか、はい、じゃあ本日はこれで締めさせていただきたいと思います。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。